ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するお車がアストンマーティン DB11 ボランテ2020年式8700キロこちらの車両になります。やってきました、はい、アストンマーティン。そしてですね、最初からぶっこんでいいですか。はい、アストンマーティンって分かりづらくないですか。はい、そうですね、そう、分かりづらいかもしれないです、ね、ラインナップがいまいち分かりづらい、はい、車の形もこのクーペスタイルの3車種、はいはい、おおよそ一緒じゃないですか。一緒です。でなんとなくアバンテージはちっちゃいんだなとか、はい、まあ、DBS はトップグレードでちょっと大きいんだなとかって分かるんですけど、はい、いまいちそこの立ち位置とシリーズが分からない、はい、でしかも今回ご紹介させていただく DB11 も、はいはい、DB11 って言われてもえっていう人も多分多いと思うんですよ。はい、あれ9はみたいな、はい、そうですね、あの名車5はみたいな、はい、何が違うのって分かりづらいと思うんで、はい、ちょっと僕が再確認する意味で、はい、今回あのまとめてきたんで、はい、ちょっとそこから触れたいと思います、はい、で今現行で設定あるモデルとして、はい、まず一番エントリーのバンテージ、うん、これがスポーツカーっていう立ち位置なんですよね。そうですね、はい、なので一番エントリーでより走りの車、うん、はい、で、まあ、メインと言ってもいい DB シリーズ、うん、そうですね、はい、が今回ご紹介させていただく DB11、はい、でなんか去年、はい、後継が出たんですよ、はい、DB12 が出たということで、もう次のにバトンタッチしてますけれども、はい、まだまだ多分納車は進んでないと思うので、そうですね、まあ、全然現役の DB11 になる、はい、そしてあとは先ほどちょっと話も出た DBS、はい、これが、まあ、ハイエンドのスーパースポーツっていう感じで、このじゃあ DB11 この DB シリーズ何になるかというと、これ GT か、そうですね、はい、まあ、要は長距離をまあ快適に速く移動できるっていう立ち位置の車、はい、でこの DB シリーズってもうだいぶ長いんですね。長いですね。でその名の通りデイビッド・ブラウン資産家の方が買収してからこのシリーズが始まってるんですけど、これ数字が抜けてるやつがいくつかあるじゃないですか。ありますね、ありますね。あれ謎だったんで僕調べたんですよ、はい、で一番遡ると DB2 からなんです。でこれ DB1 なんでないかっていうと、これなんか世界大戦中にちょうどその買収して車をリリースしてるんで、はい、その自分が完全に自分の意思で作った車じゃないからっていうんで、はい、まあ、1台車出してるんだけど、それには DB1 っていう名前はつかなかったらしいんですよ。で後に DB1 という名前に、一番最初の車名称変更されたらしいんですけど、まあ、スタートは DB2 から2から、で3、4、5、6がこれがまあずっと続いて出てきて、レースでめちゃめちゃ勝ったりだとか、はい、あと DB5 はこれみんな知ってると思うんですけど、はい、もう例のあの007のボンドカー名車ですよね、はいはい、名車です。で DB6 の次になぜかこう DBS が出てくる。でその時にデイビッド・ブラウンがアストン・マーティンから去っちゃう、うん、でそこから長い冬の時代が約20年ぐらい続いて、1993年にフォード傘下になってまた新しく車を作り始めるんですけど、そこで DB7 で復活するらしいです。でその後に DB9、DB11 って続くんですけど、え、じゃあ8は？そうですね。DB8? DB10 はってことなんですけど、これ諸説あって、DB8 がないのはなんか V8 と混同されるから説が濃厚らしいです。ただオフィシャルが明言しているそのない理由っていうのが、僕いろいろ英語の資料とか見たんですけどなかったんで、詳しい方ご存知の方いらっしゃったらコメントいただけるといいかな。で DB10 に関しては実在するらしいですよ。これボンドカーでなんか10台だけしか作ってないらしいですけど、市販されてないですけど一応ナンバリングとしてはあるらしいです、はい、というわけでもう年を追うごとにこうだんだん数字が増えてきて、まあ言っても11台目のこちらの車になると。で今回ご紹介していただく DB11 なんですけど、ボランテ、ボランテでこれ V8 だけなんですよね、はい、V8 のみになりますね、はい、でしかも DB11 が発売されてから2年ぐらい経ってから後から追加されたモデルということで、いろいろこう手軸が進んでる車でもあると思いますの で、まずは外観から見ていきたいんですけども、はい、だいぶかっこいいですね。そうですね、かっこいいです。で今回パッケージが入ってるということで、はい、各部が黒くなってる。そうですね、ブラックエクスティアパックが入ってます、ね、でもともとボディカラーもこの黒のメタリック、はい、まあ、イギリス車独特のこのメタリック強めのボディカラーですけれども、うんうんうん、それにプラスしてこのグリルもそうですか。そうですね、ここも黒くだとリップも、はい、もうなってますね。ここも黒くなってる、はい、ただこれボディカラーじゃないんですよね。ボディカラーではないですね、はい、ここがグロスのブラック、メタリック入ってない、なってないですね。でこれちょっと室内だと分かりづらいですね。はい、そうですね、屋外だと多分キラッと光ったりすると思うんで、もうその色分けが、はい、はっきり見えるかなという形
なんで今室内で撮ってるんで、はい、いまいち分かりづらいですけど、実はこことここで色が違って、違います。全体的にはかなり黒で引き締まって、うん、はい、まとまりあります。ボンドチャンネル的に言うと、あの HDMI みたいなこのグリルがアッソンらしくていいかなと、はい、であとはこちらのヘッドライト LED、うん、デイライト付きの LED ヘッドライト、はい、こちらなんかも全部標準でついてます。ついてます。あとスタイリング特徴的なのはこのクラムシェルのボンネット。そうですね、はい、貝みたいな、はい、なんでフェンダーがもう一体なんですよね。一体ですね。というわけでボンネットがここに切れたりすることなく、ここまで全部つながった、こんな感じのシルエットになって、はい、そして早速横に回っていきましょう、はい、あの一番謎なのがボディサイズなんですよ。ボディサイズ、これ僕だけを混乱させてるんじゃないって信じたいんですけど、はい、アストンマーティン分かりづらいのが、はい、これボディサイズだと思うんですよ、はい、なかなか街でも見ることないじゃないですか。少ないですね。なんか調べたら年間4000台ぐらいしか生産してないんですよね。だからもうフェラーリとどっこいみたいな、はい、そうですね。なんでこのサイズ感が一番分かりづらいところなんですけど、はい、で寸法が全長4750、全幅の方が1950で、全高の方が1300、はい、ということで、これ何が近いかなと思ったら、うん、現行の SL が比較的近いのかな、はい、SL が全長が4700、全幅が1915、全高が1370ということで、 SL よりちょっとだけ長い。そうですね。で幅もちょっとだけある、はい、ということで、そんな感じで思っていただくと分かりやすいかな。だから AMG GT とかあの BMW の M8 なんかよりかは全然もっと短い、はい、というわけで最近ないですもんね。そうですね、このロングノーズな車。ないですね。というわけでこんな感じのスタイリングになってます、はい、そして今回あと足元見ていくと、はい、オプションのホイールが入ってるってことで、入ってます。真っ黒黒の AMR デザインのこちらのホイール、これ真っ黒クロスの、はい、グロスブラックのこちらのホイールになっております。そしてこれに組み合わせてるタイヤ、これ資料見たら新車でもポテンザの007、はい、これ履いてる車が多いみたいなんですけど、はい、これ製造年見たら、22年なんですよ。ね、履き替えてるんですね。一回、はい、履き替えてますね。距離薄だから新車装着のタイヤかと思ったら、はい、1度か2度、多分1度だと思うんですけど、履き替えてるということで、22年のバリ山のタイヤがついてる。そうですね。はい、こんな感じになって。そしてキャリパーも、はい、こちらの赤いキャリパー、これもオプションですよね。そうですね、オプションになります。黒いボディに似合ってるんじゃないかな。はい、はい、差し色は。で、ローターは、スチールのローターですけども、うん、ちゃんと2ピースでスリット入りの、うん、そうですね、レーシングなローターになっているということ、はい、これ見えないところめちゃくちゃお金かかってるんですよね。かかってますね、はい、これも資料見たらなんかフレームは、うん、まあ、アルミですけど、はい、バスタブのアルミフレーム で、はい、でなんかその接合も溶接じゃなくってリベットと接着剤、うん、まあ、重量増と、はい、あとその溶接すると熱で歪むらしいんですよ、うん、それしないようにリベットと接着剤メインのバスタブフレームでやってるらしいです、うん、で各部アルミを多用してなんかドアの内側なんかマグネシウム使ったりとか、めちゃくちゃ軽量にも作られてる。こんな感じです。あとは大げさなエアロパーツついてないじゃないですか、車が。はい、ついてないですね。けどこれ後で見ますけど、はい、こういうとこから全部エアを抜いたりして、はい、もうダウンフォースはもともとレーシング直径ですから、ね、そうですね、はい、稼げるような車になってると、はい、あとは少し引いていただいて、なんといってもこのスタイリングじゃないでしょうか。いいですね、はい、アストン、こうドイツ車にない色気あるっすよね。やっぱりイギリスの血が入ってますよね。入ってるっすよね、はい、入ってます。なんでここはもうぜひ実車機会があれば見ていただけるといいのかなと、はい、こう直線的なラインもありつつ、いろんなところがこう絞り込まれて、リアフェンダーなんかえらいことだった、ね、はい、そうですね。でこれ外から見るだけじゃなくて、こうミラーで見たとき、いやミラー越しかっこいいです。リアフェンダーすごい出てるなっていうのが見えますからね、はい、こんな感じになってる。そしてリアも同じく AMR デザインのホイールで、こっちの大きいキャリパーになっていると、はい、後ろもスリット入りの、はい、ローターこちらになっていると、はい、そして今回の車は全部ノーマルですもんね。ノーマルです、はい、はい、というわけでこんな感じになって、そして後ろに行くと、はい、テールランプもオプションということで、オプションで、はい、こちらがスモークの、スモークの入ってますね、こちらのテール、これだいぶいいですね。いいですね、まとまりもありますし、アストンのウィングデザインな、はい、こんな感じのテールになって入ってます。あとクーペと違ってここのダクトがないんで、うんうんうん、こっちに抜く機構はついてないんです。そうですね、はい、そしてマフラーはこのカッターが黒いタイプ、はい、でこの後ろが黒いのもそのパッケージですよね。なってますね、合わせて、はい、下が黒くなってるということで、ブラックエクステリアパック、こちらで黒くなってる、こんな感じのエクステリアになっております、はい、続いてインテリア見てみたいと思います、はい、ドアノブがこの例の特徴的なやつ、はいはい、こんな感じで開けると少し上に上に上がる、こんな感じのドア、はい、
そしてですね、アストンといえばもう全部インテリアオーダーメイドじゃないですか。はい、吊るしのっていうのが基本的にないですよね。ないですね。はい、なので基本的にはもう誰かが仕様を決めたやつになってくると、はい、で今回の車はこれオレンジですか。オレンジに近い色ですよね。オレンジと朱色というかオレンジ色と黒のこのコンビのレザー、はい、でレザーの質がめちゃくちゃいいですよね。 いいですね。はい、なんかこれも本当にイギリス車独特ですよね。はい、ブランドバッグみたいなそうですね本当にレザーっていう感じの、はい、こんな感じのインテリアで、それがほぼ全部ですもんね。いやもう本当ダッシュボードもレザーなんで、はい、ダッシュもステアリングもダッシュの下も、はい、ドアも、ドアも全部レザーになってくるということで、はい、これやっぱり匂い違いますもんね。違いますね。乗った時にこう革の匂いに包まれるというか、うん、はい、そしてドアから見ていくとドア この内側はこれカーボンになってます、はい、でしかもカーボンも普通のカーボンじゃなくてフォージドカーボンみたいな、ね、カーボンです、はい、そして全部ここもこの横もここもここもマンソリーじゃないですか、はい、そうですレザーの使い方これがだから標準というかスタンダードなのすごいですよね、はい、というわけでこんな感じになっていると。あと今回はサウンドシステムも入っていることで、はい、しっかりそうですね。これがバングですね、はいはい、バングのサウンドシステムこれオプションですよね。オプションになります。こちらも入っております、はい、じゃあ続いて乗り込んでみたいと思います。このサイドサポート、そうですね、意外にあの高いというか高いですね。あの、はい、ロータスほどじゃないんですけど、うん、やっぱりバスタブのフレームを使ってるだけあって、はい、ここは少し高いですね。ちょっとまたぐ感じ、はいはい、そして乗り込むとどうですか。ですね、あの服の上からでもこのレザーの良さが分かります伝わります。分かるよね。はい、分かります分かります。というわけでこんな感じで、でホールドは全然タイトじゃないです、うん、そうですね、あの僕のわがままボディでちょうどいいぐらいの、はい、この背中のサポートとって感じです。であとはあのこのステッチ、はい、いいですがめちゃめちゃ効いてる。いやいいですよね。だこれが普通のなんていうのシートとちょっと感触が違うというか、はいはい、やっぱりここがボコボコってしてるんでお尻ですごくゆったりさを感じます。そうですね。そして調整はこんな感じで、はい、横になります、はい、イギリス車こっちなんですよね。そうですね。マクラーレンよりかは全然調整しやすいかなと、はい、まあ、見てまだ調整できるので、はい、ちゃんとメモリーもついてる。ついてますね。で、はい、どんくらいだろう 14A ぐらいですかね、はい、ナンバーサポート付きのこちらの でもちろん助手席も、はい、同じようにいいです、はい、そしてステアリングはこんな感じで異形の、はい、ステアリングですね。そうですね。ちょっと縦長っすよね。楕円距離はもう四角に近い感じですね、はい、こことこことこことここがちょっと直線的な感じ、ね、あ、これちょっとさ、なんかこううねうねうねってなってんだね、中がこれ少しなんか引っかかる感じ、はい、で、レザーもめちゃくちゃいいです。いいですね。そしてパドルはステアリングについてこないタイプ、はい、しかもこれアルミでしょ。アルミです。めちゃくちゃ剛性のあるこちらの。そして最近もう全部この辺タッチになっちゃうじゃん。なりますね、はい、なんで逆にこのボタン、はい、ですね、めちゃくちゃ高感触です。そしてメーターこんな感じ、今エンジンかけてないんでバッテリー結構ついてますけど、はい、12インチの TFT 液晶なんで TFT なんで、今のドゲンコーのなんかも最新の車からすると、まあ、一世代前のメーターかなと、ね、ただ視認性は全然悪くない。いや悪くないです、はい、と思います。こんな感じのメーターになっております、はい、いやこういうのが逆に見やすいかもしれない。見やすいですね、はい、同じ。そして、はい、もうダッシュボードも全部レザー、ヘッドアップディスプレイとかないんですよね。ないですね、はいはい、で今回の車はレーダー探知機、はい、あとドラレコもついてます。360度。そして全部レザーです、はいはい、この辺も全部レザー、はい、でデザインも最高です。最高です。そしてあの DB11 一番のポイントがあの、はい、ナイムラーと提携した後の車ということで、うんうんうん、メルセデスの電装とか、そうですね、メカニズムがすごい使われているということで、はい、見たことあります。そうですね、はい、おなじみの。もっと言ったらここも見たことあります、はい、そうですね。だこれも画質正直いいかって言われたら良くないですけど、そうですね、はい、まあまあ使えるかな、はい、十分かなっていう、はい、まあ、この辺の機能をアピールする車じゃないですから、うんうん、そうですね。でおなじみのこのシフトがここに並んでるパターン、はい、そしてエアコン周り、そしてシートヒーター、はい、ベンチレーションもついてる。で今回の車はステアリングヒーターも、はいはい、そうですね、ついてるということで、はい、こんな感じ、はい、だいぶいいっすね。いいです。そしてあとはおなじみのこのもうメルセデスと全く一緒ですね、はい、一緒ですね。なんだったらこのコントローラーも一緒ということで、はい、逆に安心感はあるかなと。はい、でドアと同じようにカーボンのトリムに両脇になってる、はいはい、
であと、はい、ここですよね。そうですね、はい、自動です。これやる必要があったのかなと思いますけど、はいはい、こんな感じで、そうです。電動の、はいはい、センターコンソールのこの蓋が。でもこれ壊れたってあんま聞かないよね。まあそうですね、一回も聞いたことないんで。ないよね、はい、いや絶対壊れるだろうなと思ったけど、はい、意外に僕は聞いたことないです、はいはい、というわけでこんな感じ。あ、こんなにもないのか。もう一回、あ、ここ押していただく。あ、ドリンクホルダーになってるとですね、はい、違うですね、こんな感じになっております、はい、そして足元行きましょうか、はいはい、この手の車、はい、つい最近マクラーレン撮らせていただいたんで、うんうん、このマクラーレンこうなってるじゃん。あ、そうですね、はい、それからするともうすごい優等生もうブレーキど真ん中だし、はい、ちゃんと各ペダルクリアランスあるし、あとブレーキとアクセルの高さがほぼ同じなんで、うんうん、めちゃくちゃ踏み替えやすいというか、はいはい、乗りやすそうな感じはします。ちょっとアクセルのこっち側スペースがもうちょっと欲しいかなっていう気がしますけど、うんうん、全然乗りづらさはないし、フットレストも結構大きいです、はい、そして天井関係、はいはい、今回ボランテなんで、はい、当然オープンでビラここまでですけど、結構太くて、はい、こう手前に向かってきてる感あるっすね。そうですね、はいはい、ただ全部レザーなんでめちゃくちゃ質感いいっす、うん、です。そしてバイザーフェチ土屋がぐちぐちうるさい、はい、バイザーも最高です。この開き方ね、はい、このさ、ちょっと一回こう興味ある人はこれ開け閉めだけもしてもらいたいよね。そうですね、最初と最後っていう、あ、そうそうそう、最後がこうスっていう、はい、でちゃんとメッキの取りも入ってて、この辺も全部メッキになってて、いいですよね、全部この辺もレザーだもんね、はい、こんな感じで後方の視界は割といいです、うんうんうん、でこれあれですよね、はい、後ろの巻き込み防止のやつは取り外しタイプですよね、はい、そうですね、先ほど外しちゃいましたが、はい、ヘッドレストの間とか生えてくるタイプじゃなくって、はい、もうつけなければもう何もない、何もないです、はい、こんな感じになっております、はい、続いて後席、あの、はい、この巨漢2人じゃ乗れないので、ちょっと無理です、いるだけで、まあ、どっちにしてもお子様でももうきついと思いますね、ちょっときついかなって感じですよね、はい、でシートこれ倒してもらえば自動的にこう電動で前行くんで、はい、こんな感じ、だ本当にこの辺なんかもう SL とか、まあ、911とどっこい、そうですね、とりあえずついてます、はい、でもそのとりあえずでもちゃんとレザーに、いやいやいや、もう贅沢ですよね、囲まれてて、はい、こうヘッドレストもなんか申し訳程度のヘッドレストですけど、そうですね、ちゃんと刺繍も入ってて、はい、しっかりと、はい、そしてこれシートベルトは、はい、これレザーと別の色なんですか。あ、違いますね、資料みたいな、なんかスパイシーレッドとかって、はい、なんかちょっとこっちの方が赤が強い、うん、強いんで、はい、こちらのシートベルトになっております、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは正直だいぶ狭いですね。まあ狭いですけど、でも意外とあるのかなっていう、あ、はい、奥行きはどのくらいでしょう。40センチ50センチぐらい、ね、で幅は割と開口部は広いん で、 そうです、ね、まあ、バック系はいけるかな。そう、あれとゴルフバッグ一つは入るという。あ、本当に、はい、一応ドライバー1本入りますので。あ、ドライバー1本まで、はい、フルフルのギチギチに詰まったやつは無理ですよね。ちょっとそうですね、小さめだったら入るんじゃないかな。打ちっぱなしまで、打ちっぱなしまで、はい、いやいやいや、普通のも入ります。あ、本当に、はい、そしてボランテなんてここがすごい出てる。そうですね、ここはもうしょうがないかな、はいはい、あとはそのバーチャルウィング的な、はい、ここのダクトがなくなってるん で、 で、まあ、この辺なんかも少し変わってる、はい、あとトランクアレストで外から、はい、リモコンかリモコンかドアのスイッチじゃないと開けられないということ で、 で、はい、外側にはスイッチないこちらのタイプになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。逆開きということ で、 そうです、ね、こっち側からお届けいたします、はい、でエンジンの方が、こちらもメルセデステクノロジーが入っているということで、はい、エンジンが M178、はい、これ AMG GT の S、はい、GTS、 そうですね、の同じエンジン、はい、ということで排気量の方が 3982cc、はい、V8 ツインターボ、馬力の方が510馬力、トルクが675ニュートン、はい、でこれに組み合わせるミッションの方が ZF 製の発足オートマン、はい、で0104秒、4.1 秒って書いてる資料もありました、はい、でマックスこの屋根開けモデルなのに300キロということで、はいはい、そしてもちろん M178 なんで、はい、MG GT と一緒ということで、そうですね、あれですよね、トランクアクセルなんですよね、はい、だミッションはここに積んでなくって、はい、後ろ側に積んでる、で、ね、そしてそれをつなぐやつ、はい、知ってます、はい、何ですか。AMG GT のエンジンって、はい、普通の63のエンジンと違って、はい、まずドライサンプルと、はい、もう一つそのミッションが後ろに行ってる関係で、はい、エンジンとミッションをこうプロペラシャフトでつないでるんですけど、うんうん、それをすごい土管みたいな、はいはい、めちゃめちゃごっつい筒でつないでる、はい、だエンジンミッション の、 その剛性がめちゃくちゃいいっていう利点もあるみたいです、はいはい、
だともちろんトルクベクタリングだったりだとか、 そうです、まあ、その辺の機能なんかもついて、はい、走りも抜かりないような、うん、はい、こんな感じになっております。はい、あとエンジンルームつながりでいくと、はい、これここがガバッと開くんですね。そうですね。なんで、はい、タイヤホイールのこのエアーがちゃんとここから抜ける、はい、抜けるようになってます、ね、どうしてもここ空気溜まりますから、はい、だとこのお金のかかってるサスペンションが、そうですね、丸見えになると、ね、じっくり見れます。全部総アルミですから、はい、洗いやすいですね、はい、あ、そういう意味でも洗車マニアにたまらない。洗車マニアは洗いやすいというわけで、このめちゃめちゃお金のかかってるフロントが、ダブルフィッシュボーンかな、はい、でリアマルチリンクのこちらの足回りも全部、はい、アームもアルミですからね。そうですね、はい、こちらも見えるようになっております。はい、続いてトーカルウェイ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。いいですか、藤本先輩。お願いします。かけ直していいですか。はい、ちょっとキュルキュルが聞きたいめっちゃいい音してる音いいですね。いや、すげえいい音してるよ。なんかもう座ってるだけで幸せになれる、この車めちゃくちゃいい。はい、そしてですね、今回ボランテの紹介だって言ってるのに、はい、屋根が開くとこ一切触れてなかったんで改めて紹介したいと思います。まあ、ボランテが、まあ、そのオープンの意味合いですよね。はい、でこのソフトトップ、はいはい、開閉14秒で す、はい、で時速50キロ以下で開け閉めができるそうです。はい、ただ50キロって言ったら結構な負圧なんで、なかなかですよね。まあ、できれば止まってる時にやってもらうのがいいのかなと思う。はい、でなんとこの天井、はい、8層らしいです。お、8レイヤー、はい、というわけでもうめちゃくちゃみっちり詰まってる感、うんうんうん、本当にハードトップかっていうぐらいしっかりしてますね。そうですよね、はい、そうなんですよ。こんな感じになってると。はい、そしてせっかくなんで今回は、はい、開けてきます。行きましょう。ちょっと帰りは閉めちゃうかもしれないです開けましょう。こんな感じになってると、はい、いいよ。そして気になるそのサポート系のところは一応こんな感じで、はい、360度、そうですね、ちょっと時代を感じますけど物がついてたりとか、あとバックなんかも、はい、まあ、こんな感じで、まあ、スタンダードなタイプっていう感じですかね。はい、まあ、一通りはついてるんで、まあ、普段乗りは困らないかなと、うんうん、はい、あ、これさ、はい、押さなくてもさ、パドリフト一足入るんだ。入りますね。なるほどね。シートヒーターもせっかくだからマックスで使ってきます。ベンチレーション、じゃあ自分ベンチレーション、はい、本当にいや、だからこの辺から風が出るやつとかないからさ。そうですね、そう、せめてシートヒーターと、あとステアリングヒーターをにしました。はい、でこのボコボコ分かった、ステアリングヒーターの熱線だ。ああ、なるほど。これが多分レザー透けてるんで、はい、ちょっとステアリングボコボコになってるんで、はい、行きましょう。
はい、あ、これでもパドル引いてドライブ入れちゃうと、はい、マニュアルモードになっちゃった。あ、なるほど、行きましょう。でさすがに幅と長さは感じる、うんうん、ちょっとありますね。そしてシートポジション低いんで、はい、少しこう狭い道なんかはちょっと気使うかな。ちょっとそうですね、はい、そしてニョキニョキって生えてくるバングは、はい、こんな感じですね。感じです。いや、男はあのなんだっけ、狩猟民族の DNA からか、はい、動くものにちょっと、うんうんうん、はい、動くギミックにワクワクするっていう、はい、狩猟民族関係あるのか分からないけど、どっちかというと農耕民族な感じ。いや、あとこれミラーとリアフェンダーやっぱり最高すぎるよ。いいですね、この感じが。モコって、そしてこのミラーの色気、はいはい、形がすごいですよね。サイドミラーに色気があるってどういうこと？いや、めちゃくちゃいいな。いや、もう最高。早いですね。すげえ音いいんだもんだって。いいです、いいです。マフラー開けてなくてこれだよ。うん、スポーツ。スポーツ以上にするとマフラー。いやー、変わりますね。で、これ足とエンジン別々に。はい。はい、足はこっちで。うん、GT とスポーツ、スポーツプラス。こっちも GT とスポーツ、スポーツプラス。いけると。で普通にこうそろそろそろって走り出すのは全然その抵抗ない、うん、はい、うんってなっちゃうのもないし、うんうん、そうですね、ステアリングの重さもそんなにこう違和感ない、ちょっと重めかな、はいはい、でもちゃんと手応えある感じの、うんうん、はい、ステアリングフィールで、そんなに軽すぎず重すぎずっていう感じ、うん、あと意外にこの四角に近い縦長の、はいはい、これは気にならないです、乗ると。で調整も一応電動で上げ下げ、なんかね、この辺もマグネシウム使ってるらしいよ。あ、そうなんですよ。最高。ちょっとでも屋根開け日和じゃない。今日は強風がちょっと、ね、だから、まあ、後ろのこのウィンドウリフレクターつければもうちょっとあれなのかもしれないけど簡易的なオープンではないかな、うん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 、そうですね、そう、もっとさ全然かけで巻き込まないさ、ベンツのやつみたいにここがこうなったりとか、ね、なんないですね、エアスカーフがあったりとか、はい、もっと快適なさオープンっていっぱいあるからそういうのからするとちょっと結構タイトなだから今日は天候がね、今日は風が強いですか、はい、よりによってなんで、はい、ちょっと早々に閉めますか行けっかな今。スタンドで。いや、オープンお届けしますって言ったんですけど、はい、ダメだったっす。この開放感だけ一瞬お伝えしたんで。はい、わ、すげえ静か。全然違いますね。すげえ静か。え、マジでなんか普通のオープンより全然静かじゃない？静かです。っていうかさ、この窓ガラスもさ、ちゃんと合わせガラスのすげえいいやつなんだよね。合わせですね。いや、中身 AMG GT じゃん、うん、はい、エンジンミッション、はい、まあ、この辺2世代前のベンツじゃん、はい、これ値段どうなのかなって一瞬思うけど、はい、やっぱりお金かかってるもん ね、 ますね、内装もフレームも外装もさ、ね、いや、これちょっとやばい、いいぞ、めちゃくちゃいいぞ。出した感じは、はい、ああ、どうですか？なんか久しぶりに乗ったんで、いろいろ思い出しました。こんな感じだったと思って。乗り心地は、はい、あのすごい芯の硬さあるんですけど、うんうん、全体的に乗り心地はいいです。そうですね。ぶっちゃけ AMG GT より全然乗り心地いい。ああ、そうですね。AMG GT って GT って名前ついてるけど全然 GT カーじゃないって、めちゃくちゃスパルタンっていう。そうですね、それからするとめちゃくちゃ乗り心地いい。ただ芯は硬い、はい、多分飛ばしても大丈夫なんだろうなっていう、うんうんうん、でステアリングはそんなにクイックじゃない、うん、そうですね、滑らか。ロックトゥロックもなんか 2.4 ぐらい、お、はい、って書いてあったんで、うん、だから多分、うん、初めてアストン乗る人でも、あの
表紙抜けするぐらい普通に乗れちゃうよ、はいはい、そうですね。本当にマクラーレンの方がよっぽどあの最初のえっていうのが大きいと思う、うんうん、ブレーキフィールなんかも割と自然だし、うんはい、本当になんかパッドが触った瞬間からこうグググって感じじゃなくって、うんうん、割とこう確かにそうですね、はい、マイルドですよね。マイルドなブレーキフィールだしステアリングフィールも、はい、いやだいぶいいね。いいですね、この色気と優雅さと、うん、でシートヒーターもステアリングヒーターもあったかいんで、そうですね、はい、だいぶ温まってきました。だこの時期さ、レザーってこうちょっとひんやり感あるじゃん、はい、そんな時でも、はい、でミッションは絶対不正ということで、この辺もそのまま MGGG と同じものが踏襲されてんじゃないかな、うんはい、でも全く一緒じゃなくてセッティング変えてる気がするな。あ、変わってますよね。なんか変えてる気がする。少し引っ張ってもう少しナチュラルになってる気がする。え、こういう段差とかもさ、今 GT になってるけど、そうですね、すごいこう、うん、いなし方が、うん、確かに、あとはやっぱりちょっと視界はあれかな狭いですか。いや狭くはないけど、うん、視覚が多い。あピラーとかももっとシート高く、ポジション高く乗ればいいんだろうけど、普通のポジションだと、その前とか、もうちょっと視界は決して良くないかな。いや、でもだいぶいいな。いいですね。ちょっと時代、アストンじゃない？来ますね。アストンの時代来たんじゃない？このアナログ回帰な時代に。あと新しいのがどんだけ変わってるかですよね。そうね。新しいのもすごい興味がある。はい。いやー、パドルとかめちゃくちゃ質感いいのよ、これ、うんうんうん、いや飛ばしてみてえな、これすっごい。内装もね、全部職人さん手作りだもんね。本当ですよね。レーザーってウインカーの音がポクポク音。そう、ポクポク音。確かにこれイギリス車というか、うん、ドイツ車にない音だ。でこの PDC が微妙っていうか、その反応が絶妙なのは、まあ、この辺は輸入車あるあるで、うん、ステアリングヒーターもなんか熱いぐらい。熱い、熱くて。でも段階何だ。ゼロと1ですか。オンオフだけな。オンオフですか。ヒートヒーターは一応3段階、はい、ですね。2でも十分熱いんですよ。1にしましょうか、はい、いいな。だからいろいろさ、こう選ぶのは逆に難しいかなって。内装もいろんなのあるし、そうですね、あとなんかボディカラーもいろいろあるんでしょ。あります。で今中古相場、中古車市場が今日の時点でですけど、はい、クーペ60台、はい、ボランテ10台、10台、はい、少な、少ないです、ボランテ少ないです少なだ、本当に6分の1、はい、台数で言ったら市場に10台しか出てないんで。ないですね。だその中から色選んでさ、で内装選んでってやっぱり難しいから、はい、もう本当に出てきたのが気に入ったら、はい、買ったほうがいいよね。早いもん勝ちですね、まあ、もちろんその金額が合う合わないとかあるんだろうけど、うんうんうん、それよりかも、もうこの一期一会を大切な、これ曲がってていいんだよね、うん、そうですね、これ、はい、一期一会を大切にして、もう気に入ったのが出たら買ってもらった方がいい、はい、そんな中、うちのやつ結構こうバランスの取れた、うん、バランスが取れた、はい、赤系、赤黒系の内装と、うん、まあ、黒ボディで、あとなんか新車価格よりかも中古価格の方がクーペボランテの開きが大きくなってる、ね、はい、今で4、500万ぐらい開いてる。同じ個体見ても4、500は開いてる。新車の時ってだってもう全然、なんていうの、全然ベースの状態だったら150万ぐらいしか違う、はい、そうですね、それぐらいです、ね、それがもう中古車市場で100、500ぐらい500ぐらい開いてます、開いちゃってる。
いやでもこういう趣味性の強いのだったらさ、うん、ちょっと希少の方がいいかなって。そうですね、そのくらいですね、っていうかもう普通に屋根閉めたらクーペだしね。そうですね、全然めちゃくちゃ静か、びっくりした。ただこのスタイリングなんで、あの裏カントとかと一緒で、あんまり前に止めすぎると信号が見えない。そうですね、いやこれいいな、めちゃくちゃいい。だからドゥエルブも気になるよね。うん、それだいぶ気になりますね。去年出たばっかりだから、まあ全然まだ進んでないと思うんですけど、はい、じゃあちょっと足をスポーツモードにします、はいはい、両方スポーツプラスです、はいはい、ちょっとぶち切っていただいて、 いいですか。あのローンチボタンを押して。怒られます。いやこの乗り心地の良さはびっくりしたな。そうだった、ね、そうだったと思った。 GT か、いきます。早い早いし、なんだろうな、あのすごいこうアナログな感じを感じた。そうですね、うん、乗ってる感ありますね。え、これもわかんの？あ、そう、あのアクアと一緒です。なんかこのさ、音と車の動きとなんか雰囲気と全部マッチしてんだよね。ですね、この猛々しい感じとさ、うんうん、ズレてないのよ。すっごい速いけど静かとかさ、うんうんうん、じゃなくって違いますもんね。あ、そう、これこれっていうフィーリングにすごい合ってるというか、めちゃくちゃいいね、やっぱり。ちょっとバイクに近い感じじゃないですか。もうね、それぐらいのね、なんかね、はい、ダイレクト感。そうですね、うん、まっすぐ。もう一回やらないわけでいいですか。行きましょう。すげえ気持ちいい。なんだろうな、ほんと最近さ、静かな車ばっかり乗せてもらう機会が多くて、いやすごくいいのよ。いいんだけど、やっぱりそこを乗って戻ってきた時のさ、はい、この感動あるよね。そうですね、ありますね。やっぱり荷台持ちが最高だな。あとはやっぱりこの2世代前の液晶なんで、うんうんうん、屋根開けちゃうとほぼ見えない、見えないですね、反射してほぼ見えない。ノングレアのタイプのこの TFT の液晶なんで、はい、見えない。わあ、もう最高、買います。ご購入です。買います、ご購入です。アストン買おう。いいですね、めちゃくちゃいいよね。いやただでも自分の気に入った仕様を見つけるの大変だなと思って。うん、だからこれ新車で頼める人最強だよね。そうですね。でも逆にまあその中古車で探す面白さというか楽しみと、うんうん、まあ新車に比べたら圧倒的にお得ですからね。お得です、お得ですし、そうですね。あと今までの評価とねまたちょっと違ってくると思うんだよな。うんうん、今時期のこの内燃機関の車って、うん、そうですね。うわー、気持ちいい。もしかしてこれ上桜じゃないの？そうです、そうだよね。もうちょいしたら、ごめん、4月に撮り直していいよ。やりましょう。すげー気持ちいい。いやこれはもうちょっと移動の概念を超えてるな。いい、ね、音もいいですし、開けた時の音がやっぱいいですね。めちゃくちゃいい。だってもう法定速度もそれこそ40キロで走ってるだけなの、うんうん、そうですね。今めちゃくちゃ気持ちいい。いやそれこそこれ景色いいとことかさ、夜別に首都高とか流してもめちゃくちゃ楽しいと思う。いや楽しいですよ、いいですよ、開けて夜景が見れてさ、うん、これからオープンシーズンですからね。でしょ、はい、そこ右ですね。いや今日ちょっと短い試乗だったけど最高です。最高です。短くても伝わりますね。これは最高な乗り物だわ。現行ラインナップいいよね。だから、まあ、ね、もちろんそれぞれの味あると思うの。フォード時代のやつとか、もっと遡ってちょっと古いのとかでもいいと思うけど、うん、なんか気使わないで乗れる。うん。うん、
1点だけ言っていいですか。それこれ爪引っ掛けちゃったのかな。そうですね。そう、ここでもレザーリペアで、いやいや補修できるんで、ね、ザクってるわけじゃなくて、はい、そのトップのとこだけちょっとカサカサってなってる。そうですね、こういう細かいのもお任せください、はいはい、直せます、ね、直せます、はい、いやでも乗りやすさはびっくりした、うんうんうん、スポーツブラスにしてもそんなに硬くなりすぎない。そうですね、うん、なんか全然乗ってらんない感じじゃなくて、まあまあ硬いよねっていうレベル、うんうん、だって GT にしたらこんな柔らかいんだよ。そうですね、柔らかいって言い方おかしいな、うん、なんていうの、全然もっとあのいなしてくれるですね、うん、ガツガツ感がないですもんね。これ人乗せても多分不満出ないよね。ああ、こっちだったら。そうです。いや、タイヤポテンザだし、うん、もっとなんかダイレクトなこう乗り心地かなと思ったら、全然全然、やっぱり足が優秀なだけあって。うん、いやー、最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、まだ最高なのがあった。ありました。最近新車、はい、まあ、新車に限らず、はい、高年式の車ってもうどんどんなんかこうハイブリッドになったり音がしなくなったりとかしてるじゃないですか、はい、ありましたね、まだ、はい、最高な車が。でも歴代高評価されてるんで、うん、まあ、この先も大切に乗っていけるのかなと。そうです、ね、はい、まあ、結構こう長く付き合っていける車なのかな、はい、なんで気になる方はぜひお問い合わせいただけるといいんじゃないですか、はい、そしてこういった車の買い取りも、はい、お任せいただければ頑張れると思いますので、ぜひお問い合わせください。というわけで今回はアストンマーティン DB11 ボランテをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。